海外移住されたい方でインターネットビジネス始めたいという方からのご相談なんですけども、 X サーバー、ロリポップどっちがおすすめと、あとはサーバーとしてどれがおすすめというそのことですね。 X サーバーの評判とかロリポップの評判についても聞かれています。まあX サーバーは一番評判がいいですね。でコストがちょっと高いんですけども、一番安定してるって言われてます。でコストがちょっと気になるけれども、きちんと安定した、サーバーを使いたいという場合は、僕もそうなんですけど、ロリポップをお勧めします。ロリポップは価格、まあ、コスパが一番いいんですね。僕もロリポップでずっと運営してるんですけども、まあ、サーバーも一部使ったりはしますが、なのでロリポップ、まあ、これから始めるという方はロリポップがいいのかなと思います。ただスーパーライトプランだと、ワードプレスが入れられないので、ライトプラン以上というのが注意点です。まあ普通に使う分には全くロリポップ問題ありませんので、あと電話の対応も不安な方はつけておくといいかもしれないですね。で稼ぎ